山登り大好きは、サンテレビ、KBS 京都で2012年4月から2013年3月まで、毎週深夜に放送されていた登山を題材とした趣味番組、全51回。2014年4月からリニューアルして、サンテレビ、KBS 京都田で放送されているが、2015年3月25日に終了することが決まった。 山登り初心者の女性タレントが日本山岳ガイド認定ガイドの手ほどきを受けながら一緒に登るというスタイルで山登りの基本的な知識から楽しみ方まで幅広く紹介していく登山番組。関西の山を中心に登り大自然の魅力や登山の楽しさを伝える登山パートと後実山荘神戸本店から山登りの基礎知識やおすすめの登山ファッション。 必須アイテムなど山登りに関わる様々な情報を紹介するスタジオパートの2部構成。タレントと山岳ガイドの2人1組が各パートに入れ替わりで出演。進行役はタレントが担当。番組の中 CM にはリポーター役のタレントが出演している。2012年8月放送分はいつもの神戸を離れ北アルプス編と題した。 北アルプスの魅力を紹介するシリーズを5週にわたって放送した。第27回からテレビ神奈川での放送開始。さらに、リポーター陣の入れ替えも実施された。ちなみに、当初の予定放送回数は全26回とされていた。これを受けて、以下、便宜上、第1回から第26回までを、第1期、第27回から、最終回までを、第2期と分けている。 1> 第1シーズン第2シーズン、ありがとうございます。